はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、身近にあるものでプッシュアップの強度を高めるという動画をね、紹介しようと思います。まずベンチプレスとかない人ももちろん多いと思うし、あとはね、普通に腕立て伏せをやってても回数ばっかり増えてしまって飽きてきている人も多いと思います。そういった方はね、まず強度を上げていって筋トレをまず楽しくしないといけません。ということで今日はね、まずバーベルを使ってプッシュアップをします。これを使ってやります。ちょっとね、バランスいるんで手首を痛めないように気をつけてやりましょう。ただバランスがいる、難しいということで、やっぱり負荷を感じてやるようになるので体幹もね、すごいつきます。でこれをね、今日は 1.5kg のバーベルを縦にねついて、これでプッシュアップをしていきます。ちょっと危ないんでね、しっかりバランスを取りながらやりましょう。手はね、この上の丸い部分をしっかり掴む感じでやります。慣れてくると手を離してもいいんですが、これはちょっと難しいんで、しっかりこのね、丸い大きい部分を握る感じで、こっからですね、バランスを取りながら、ゆっくり集中しながら降ります。でゆっくり押し上がります。これより早く動いてしまうと、このバーベルが倒れた時に結構危ないんで、ゆっくりです。でもし慣れるとですね、この手のひらをできるだけ広げてですね、これでゆっくりこれは結構むずいです。といった感じでですね、普通にプッシュアップがまあ30回50回できる人はこういった大体持ってると思うんで、これでプッシュアップをやってみましょう。あとはこういったケトルベルでもいいです、何でもいいです。こういったものもね、プッシュアップには使います。こういった周りグラグラしてるんで、バランスを取りながら普通にやっていきます。こういった降りる位置を変えたりもできます。変えたり、これをまた体を前に出しておへその辺でやったりとか、バリエーションができます。あとはですね、バーベルないけどダンベルあるよっていう人は、普通にこういった2枚バーベル2枚使って、これでですね、プッシュアップバーみたいに、これもグラグラしてバランスがいるので、バランスがいるようなことをゆっくりですね、といった感じでやるといいです。そしてこれでも強度をもう少し上げたいという場合は、手を下ろす位置をですね、できるだけ上ではなく下に、体をしっかり前に突き出してですね、脇腹の方に手がいく感じで、体をしっかり前に突き出してプッシュアップをするといいです。はい、お疲れでした。いや、今みたいにですね、バーベルがね、ベンチプレスとかないよっていう人でも、ああいったね、身近にあるものでバリエーションが全然増えます。そして強度もね、全然1個ずつ変わります。なのでしっかりね、いろんな頭を使って、今ある道具でどんどん買い足すわけじゃなくって、今ある道具でいろいろね、しっかり活用していけることがいっぱいあるので、ぜひバリエーションを増やして筋トレを楽しみましょう。どうもご視聴ありがとうございました。